ではただいまから、しゅうちゃんを救う会様からの福岡ハウス建設募金贈呈式を始めさせていただきます。私は本日の進行をさせていただきます福岡市保健福祉局健康医療庁の下川と申します。よろしくお願いします。それではまず、しゅうちゃんを救う会の皆様のご紹介をさせていただきます。まず、しゅうちゃんを救う会共同代表の向井翔様でございます。向井です。続きまして麻生修輝君のお父様であります、麻生亜紀様でございます。麻生です。続きましてしゅうちゃんを救う会代表の共同代表の小栗康夫様でございます。小栗でございます。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。続きまして、しゅうちゃんを救う会の本田光信様でございます。本田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また本日は福岡ハウス建設募金委員会委員代表の住吉則夫福岡商工会所会頭にもお越しいただいております。続きまして、本日の寄贈に至りました件につきましてお説明させていただきたいと思います。麻生修輝君は平成20年、10月27日にお生まれになりましたが、アメリカでの心臓移植手術が必要となり、募金が集まった平成23年に手術が行われました。手術は成功し、修輝君は帰国後、元気な姿を見せられていたとのことがございますが、非常に残念なことに平成25年5月5日に永眠されました。ご冥福をお願いします。修輝君とご両親がアメリカでの移植治療中にドナルド・マクドナルドハウスに滞在されたということから、募金の余剰金を福岡ハウスの建設に活用したいとのご意向がございましたので、しゅうちゃんを救う会よりご寄付の申し出があったものでございます。それでは続きに、寄付目録の贈呈に移りたいと思います。しゅうちゃんを救う会共代表向井翔様と麻生修輝君のお父様でございます麻生亜紀様から、福島市長に寄付目録の贈呈をお願いいたします。しゅうちゃんの厳しいお次ですね、はい。病気と戦う子どもたちのためにしゅうちゃんになってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。経緯をお話をお伺いさせていただきましたけれども、まあ、その私もお話を伺いながらですね、やっぱりそのしゅうちゃんをこれだけ多くの方が支えてくださっていたんだという思いと、そして手術の方はせっかくうまくいって日本でも本当に帰ってきて元気にされていたという話を伺ってですね、本当にどれだけ悔しく寂しい5月5日になったのかというと思いましたけれども、ただ今回このような形でご寄付いただけるということになりました。福岡市内でもですね、これは福岡市立子ども病院なんですけれども、ただ福岡市だけではなくて本当に九州一円から、また西日本一円からですね、やはりここでしか、希望を託せないという子どもたちがですね本当にやってきて、そして本人はもちろんご家族と一緒に戦っております。でこの度福岡ハウスを子ども病院の隣に建設をすることになりまして、でそこで親も子もいいコンディションの中で互いに向かい合って、そして一緒に病気と戦っていく。で今回のしゅうちゃんの寄付というものはですね、非常にこのための大きな力にこれからなっていきます。今伺いながら、そのお父さん の目に浮かぶ涙を見ながらですね、やっぱりその私たちもそのしゅうちゃんに対するそのみんなの熱い思いというものをしっかり受け継いで、そしてしゅうちゃんに対する気持ち、そしてまたこれからもそのしゅうちゃんへの思いが
また多くの子どもたちの力になって笑顔になるっていうことをぜひ実現をさせていきたいというふうに思います。ぜひ何らかの形でまたしゅうちゃんの思いが形に残るような形で私たちも何かそうしたものを考えたいというふうに思っておりますので、この今日いただいたご寄付は本当に大切に使わせていただきたいというふうに思います。本日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。では、今回の福岡ハウスにはですね、中市商工会所会頭にも委員の代表になっていただいて進めているんですけれども、本当に終わりの範囲この募金は彼がラグビーラグビーのレフリーをしているということで、ラグビー関係者が多いんですけれども、他にですねアビスパの会場とソフトバンクの野球の会場にも募金箱が置かれましてですね、そういう面でも市民全体全国からそれから世界からもですね募金が集まって周知も助けるということで、そういう面では世界中のですね善意がこちらの方の新しい福岡ハウスに伝えられていくという意味では周知が亡くなったことも残念ですけど、その意思だけは一緒に伝えていきたいというふうに、よろしくお伝えしたいと思います。ラグビーで大変世界的にも活躍されていらっしゃる審判されているということで、非常に世界からですね熱い思いが詰まったと伺っていますけれども、やっぱり本当にお父さんの涙もやっぱり福重先生が絶対にもうしっかりと多くの子どもたちの助けになりますもんね。必ずきちんとしゅうちゃんのご一緒に活かす形で海へ一致していきたいと思っていますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。実際に当時バックハウスに、はい、もういらっしゃったと伺ったんですけれども、バックハウスの時の様子とか教えていただいてもよろしいですか。そうですね、マクドナルドハウスアメリカで、滞在中にずっと利用させていただいて、本当に多くのボランティアの方がですねそのハウスを支えて、で、毎日毎日病院に行ってこう辛い思いをする子どもがですねほっとこう気をつけるというか、ただこう無邪気になれるような場所で、息子も一番こう好きな場所の一つだったかなというふうに思っています。はい、マックハウスではそのいわゆるボランティアの地域の皆さんがすごくこう支えてくださった、そういう場所なんだというふうに伺ったんですか。そうですね、食事にしてもそうですし、髪を切ったりとか髪の毛を切ったりとかですね、一緒に遊んでくれたりとかですね、もうほとんどボランティアの方、地域の方、学生さんがやっぱりこう毎日入れ替わりハウスに訪れてくれて、私たちのこう心を和ませてくれるというか、そういう活動をしてくださってました。今回しゅうちゃんを救う会としても、はい、使い方として、はい、そうですね、彼から聞いてましたので、向こうに行った時に、マクドナルドハウスを使わせていただきましたと、そこで、気持ちも和らぎましたという話をお聞きしたので、そこで、福岡の方でもまた建築されるということをお聞きして、今回、協議した中で、サポートしていただくということになりました。福岡 の福岡ハウスの方もですね、ぜひやはり戦う患者の子どもたちと、それからご家族が孤立をしないようにですね、やはり地域、一緒になってこうボランティアで一緒になってこうサポートしていけるような、そんな福岡ハウスをしっかり目指してですね、あの時にしゅうちゃんがすごくひととき癒されてすごく楽しかったっていう、そういったお話を伺った、そういったやっぱりハウスになるようにですね、しっかり私たちも工夫をして作っていきたいと。よろしくお願いします。ありがとうございました。